生駒トンネルとは、大阪府東大阪市と奈良県生駒市の境にある、生駒山を東西に貫く、近畿日本鉄道京阪那線の新り駅、生駒駅間にある、鉄道トンネル、及びかつて同社奈良線の穴車、A 坂駅生駒,駒駅間にあった鉄道トンネルである。生駒山地を迂回する西日本旅客鉄道の、 関西本線や片町線などの路線に対し、近鉄線はこのトンネルによって、大阪と奈良を短距離で結んでいる。奈良線の生駒トンネルは新生駒トンネルの開通により1964年に、鉄道トンネルとしての使用を終えた。その後、奈良線の旧トンネルを一部再利用する形で、京阪那線の生駒トンネルが1986年に開通している。 本校ではこれら新旧のイコマトンネルに加え、奈良線の新イコマトンネルについても扱う。1914年に開業した頃の旧イコマトンネル旧イコマトンネルの大阪川高校奈良線の旧イコマトンネルは1914年に近畿日本鉄道の前身である大阪電気軌道により開通した。開通当時は、 中央本線の笹子トンネルに次いで日本二番目の長さであり、また日本初の標準起伏線トンネルであった。その後、1964年に南側に並行して新井駒トンネルが開通したためこのトンネルは使用されなくなった。工事は大林仕組みが請け負い、1911年に着工された。建設は地質の変化や湧水等に悩まされ、 予想外の難工事となった。工事費用が見込みを上回ったため、当時の大企社長である岩下清近は、資材を叩いて建設を続行させたという。また1913年1月26日に発生した落盤事故では152名が生き埋めとなり、20名の犠牲者が出た。公費の支払いや利用不振から大企は、 道トンネル開通後しばらく社員の給料支払いや、切符の印刷費にも事欠くほど経営が行き詰まり、取締役支配人の金森又一郎が、生駒山にある宝山寺へ再選を借りに行った。また建設した大林組も、大気による建設費の支払い遅延から一時経営危機に陥った。 しかし、そのような状況にもかかわらず、大林組は手抜きをせず最高の資材を使って工事を進め、検査に来た管理局員がその質の高さに驚かされたというエピソードが残っている。1946年4月16日にトンネル内で発生した車両火災では23名が死亡し75名が負傷、翌1947年に 再び発生した火災では、約40名が負傷した。さらに1948年3月31日には、急行列車がトンネル内を走行中に、空気ブレーキを破損、大阪平野に向かう、下り勾配を暴走し、河内花園駅で先行の普通列車に追突、49名が死亡、282名が負傷する大惨事が発生した。トンネルは、 使用停止後も新イコマトンネルや京阪な線、イコマトンネルとの交通があり、また、高圧電流の通る電力設備が設置されている。このため、旧トンネルは部外者の立ち入りが禁止され、大阪川高校は近鉄により厳重に管理されている。近鉄主催の創業100周年、記念産業遺産ツアーと一般に公開されたことが数回ある。 新駒マトンネルの大阪川高校断面が強小で、大型車両を運行できない旧位駒マトンネルは、奈良線の輸送力増強の支障となっていたため、大型車両を通すための方策が検討された。まず、在来トンネルの広ムチ案として、在来トンネルを夜間列車運転休止時間中に広ムチするものと、在来トンネルを単線用として使用し新たに、 単線トンネルを建設するものの2案が検討された。前者については、列車運行に対する危険性や長期間の後期、大阪高校付近にある、急曲線の改良ができない点などから実施不可能と、された。後者については、在来トンネルを単線に使用するためには、約15センチメートルの番下げ工事が必要なこと、建設費が、 福線新トンネルに比べて割高なこと、大阪高校の究極線改良ができないことなどから、福線新トンネルの建設方針が固まった。次に、新トンネルの路線として、以下の4つの案が検討された。石切駅から、穴社栄坂駅北側を通り近畿日本生駒駅に至る、路線石切駅から、穴社栄坂駅南側を通り、 近畿日本生駒駅大阪方で現在線に接続する路線標端に駅と近畿日本生駒駅をほぼ直線に結ぶ路線。標端山駅から南生駒を経て富尾駅大阪方で現在線に接続する路線第1案は後期、後期、用地買収の面で第2案に劣り第4案が奈良線の重要駅であり生駒工作線との連絡駅でもある。 近畿日本生駒駅が外れる点で、実現の可能性が薄いことから、第2案、第3案が、主に論議の的となった。第2案は、後期、後費、用地買収、トンネル工事の容易さで優れており、第3案は、奈良線本線の線形、運転面で優れていた。この2案を、比較検討した、結果、第3案は、氷単山近畿日本生駒間に残る。 在来線が大型車の通れない視線となり運転面の障害となることと乗車率が300%に達すると推定される1965年初頭までに完成させることはトンネルの後期の点で無理であると考えられたため最終的に第2案が採用された上記の結果在来トンネルの南側に並行して新コマトンネルが建設された 着工は1962年で、1964年7月23日に、共用を開始している。これに伴う線路の付け替えにより、西側高校近くにあった穴車、栄坂駅が廃止され、石切駅もそれ以前の駅より 0.2km、奈良寄りにあった、和尾トンネルを開作し、そこに移設した。トンネル西高校には、当時の社長である、 佐伯勇記号による、日比神、東高校には、また日神の変額が掲げられている。近鉄京阪な線のイコマトンネルは1986年に開業した。東側高校付近は1964年まで使われていたなら1009イコマトンネルの一部を拡幅、再利用したものである。それより、大阪側は新たに掘削された。 トンネル内からの緊急脱出路は、旧伊駒トンネルの大阪方高校近くに通じている。なお、トンネル高校には、当時の会長である、佐伯勲記号による、一人天気の変額が掲げられている。当トンネルは途中で新伊駒トンネルの下を、さらに西高校付近で、奈良線、ぬかたいしきり間の地下をくぐり、奈良線と2回交差する。 工事中の1984年3月28日、西高校側知るべ切霧派付近で湧水による地表陥没事故が発生した。また、共用開始後の1987年9月21日には、トンネル内で漏電によるケーブル火災が発生して通過中の電車が立ち往生し、1名が煙に巻かれ死亡する事故が発生したが、これを受けて消火設備、 連絡設備の整備や、トートンネルについては、救急用工作車の配備が行われた。大阪メトロ中央線所属の車両は、トートンネル内にある、連続勾配に備えてそもそも即ブレーキを、完備している。ありがとうございます。